皆さんこんにちは、コケラクフィルムへようこそ。今回は自然界のヒノキゴケのコロニーをコケテラリウムで再現してみようと思います。ぜひ最後までご覧ください。というわけで、皆さんは自然界でヒノキゴケのコロニーを見たことはありますでしょうか。コケの中でも大型のコケの分類に入るヒノキゴケですが、コロニーの状態は本当にモコモコのクッションみたいで、触り心地もふわふわで気持ちいいですし、見た目も綺麗です。なんとかそのコロニーに近い形でより簡単に小瓶の中に再現できたらと思って今回の動画にいたしました。では早速作っていきましょう。使うのはこちらです。最近お気に入りの造形くんと小さな植物用のポットです。これを使って簡単にヒノキゴケのコロニーを作る方法を考えましたのでお伝えしていきます。まずは造形くんを練り込んでいきます。今回の場合では固めに仕上げていくのがいいでしょう。このくらいの硬さです、はい、練った造形くんをこのポットに入れていきますが、後で引き出しやすいようにラップを敷いておくといいと思います。はい、このようにぐいぐいと造形くんを入れ込んだら、あとはそっとこの造形くんを引き抜きます。できました。これがコロニーの土台となります。ではいよいよヒノキゴケを植え付けていきます。ちょっと台があった方がいいな。よいしょ。ここに乗せて植えていこうかな、はい、これを植えていきます。はい、このヒノキゴケも以前動画でご紹介したヒノキゴケの保管方法を使って保管していたものです。仕分けしてだいたい1ヶ月ぐらいでしょうかね、時間は経ってるんですけど、まだ葉っぱも緑で生き生きとしていて全然使いやすい状態です。保管方法の仕方、気になる方は以前の動画をチェックしてください。で、ポイントはこの低い位置から先に植え付けていくことです。形が大きくてしっかりした個体は下で、小さくて若い個体は上の順にすると全体的には安定すると思います。で、実際の自然の中のコケのコロニーも下の方が古くて上の方が新しい場合が多いからです。なるべく自然の摂理に従って作っていきましょう。はい、まずは1周目が植え終わりました。では次は2段目を植え付けていきます。2段目も少し若干大きめのコケを使っていきましょうか。はい、だいたい2週か3週ぐらいしたところです。ここでもう一つポイントを押さえておきたいと思います。植え付ける角度ですね、この中心の造形くんに向かって植え付けていく角度について少し意識すると綺麗になると思います。この塊の中心に向かって垂直に差し込むようにします。つまりコロニーの表面側に向かって葉が広がっていくイメージですね。
で例えばこのヒノキゴケだと葉っぱがこういうふうに曲がっているので、このまま掴んで、でまっすぐ刺すと葉の開く方向が下を向いてしまいますよね。なるべくコロニーの表面に向けて垂直になるように、このぐらいかな、こういう角度で差し込んでいくといいと思いますし、これがさらに上の方に行くと、もっとこう立ち上がったような角度で植えていく必要があると思うので、上に行くほどにこう角度を上げていってあげた方がいいと思います。はい、でもう一つのポイントは、この植え付けていくヒノキゴケの根の長さがこの円状で同じぐらいの長さになるように刺すと、こう仕上がった時に半球型になるので、こんもり感が出てきます。なるべくこのヒノキゴケのこの茎の部分が見えないくらい、つまり葉の付け根くらい、このぐらいですねまでを目安として入れると、まあ、比較的同じぐらいの大きさのヒノキゴケを選んでいれば、根の長さが揃いやすいし安定すると思います。ヒノキゴケにも個体によっていろいろ形や大きさがあります。でコロニーの下の方から上に向かって少しずつ葉の大きさが小さい個体を選ぶと綺麗に見えます。なのでヒノキゴケを厳選しながら、その場所にマッチした形のものを選んでいきましょう。では引き続き最後のこの上の部分までヒノキゴケを植えていきたいと思います。この段階で一つポイントを言うとすると、植え付ける密度ですね、もちろん造形くんの素地があんまり見えないくらいの密度がちょうどいいかなと思います。でただ風通しのこととかを考えると、あんまり密になりすぎないように、葉の開きが重ならない程度に離れるぐらいの、まあ、微妙な間隔がちょうどいいと思います。はい、だいたい植え付け終わりまして、あと最後頂上の方に植え付けていきます。頂上の方はですね、できるだけ新鮮なというか若々しい綺麗な葉っぱを選んで、垂直にまっすぐ立ち上げるような形で植え付けて完了にしたいと思います。最後のてっぺんのヒノキゴケはですね、いくつかもう最初に厳選しておいて、選び抜いた綺麗で若いヒノキゴケをトップに植えていきます。はい、てっぺんまで植え付け終わりました。いかがでしょうか。小さいですがふんわりとしたコロニーの雰囲気が出てますよね。それではこれを小瓶の中に入れていきます。今日はこの容器に入れていこうと思います。全方位から見えるようにベースオイルは平らに仕上げました。では化粧砂を入れていきます。今日は麦飯石という化粧砂を使っていきます。カケラクフィルムでは初めて使いますね。さて、これで小瓶の準備ができましたので、ここにコロニーを入れていきます。
ちなみにこの容器はこの葉っぱが瓶の表面についてしまうとちょっとかっこ悪いので、この葉っぱの幅がですね、容器の中にちゃんと入るような瓶を選びましょう。では入れていきます。ちょっと緊張しますね。はい、無事入りました。ちょっと葉っぱがガラス瓶に触れちゃってますね。もうちょっと大きさを考えながら作った方が良かったのかな。これは次に生かしていこうと思います。はい、で最後にね、まあ、これはやらなくてもいいかもしれないんですけど、虫ピンを真ん中にズブッと刺しとこうかなと思います。ヒノキゴケがずれにくいようにっていう意味ですね。これを差し込みます。はい、いかがでしたか？自然界の姿に近い形のコロニー状のヒノキゴケがお部屋にあって常に観賞できると考えたらとてもワクワクしますよね。また姿形が可愛いし綺麗ですので見ているだけで癒されます。もしかしたら育てていくうちに新芽が徒長気味に上にこう生えてくることがあるかもしれませんが、まあ、そんな時はピンセットでつまんでグッと奥に刺し直してあげればそれで OK です。ぜひ皆さんもヒノキゴケのコロニーを作ってみてください。コケラク以上で今回のコケラクフィルムは終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。このチャンネルではお役に立てるコケテラリウムの解説や情報、コケテラリウムの制作動画などをいろいろ考えて今後も皆さんにお伝えしていきたいと思っております。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価ボタン、それからベルマークボタンをよろしくお願いいたします。またコメントもいただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。